NSC ラフラフアワータイムキーパーの2人でお送りしております。それでは早速コーナーに参りましょう。あるあるタイムトライアル。はい、このコーナーではゲストの皆さんにテーマに基づいたあるあるを3分間でどれだけ言えるかに挑戦していただきます。松井君はあるあると思ったらあるあると言ってください。はい。はい、そのあるあるの数に100円かけたものが本、その人の本日のギャラとなります。おう。ということで、本日のテーマはニッチな学校あるあるでござニッいチなってまどういす。まあだからちょっとこう、なんていうの、珍しいというか、う意味？なんていうの、ああ。その、まあまあもうザーというよりはちょっとこう一個コアな、ななんるほど。だていうの。から、お母さんって呼ぶとかではないってこととね。かじゃ先なく生のこて、と。まあそのニッチな学校が、なんかこう、ニッチな。まあ言うたら美容専門学校とか。ああ、なるほど、なるとほど。か、そのニュアンスやと思います。はい。じゃあ、もう早速行きましょう。はい。ごめんなさい。すいません。一人ちょっ目。と、あ、いや、そう、うん。原本が今年も花見してた思い出して、ハロとかね、原本、オードブルを大作って後輩にね、人数、大人振る舞ってましたよ。数、大人数。はい。一番意味のない花ハ さあ、それでは、ごめんなさいね。はい、切り替えていきます。それでは、一人目行きましょう。一人目は NSC44 期、芸歴3年目の稲市の岸本でございます。おう。つないでみましょう。岸本。ありがとうございます。おはようござ岸います。本お久しは、ぶりです。前回、放送事故が起きた、いやいや。岸本でございます。もうえ、そん神な放回送事だっ故たや。でしょう。正麻雀直。の、モノマネで、無音すぎて、ラジオが別の電波に飛ばされかけるっあていう。げるってやつですね。あれはもう、このラジオというのは何秒以上、12秒かなんかそんそう、な感じです喋ね。らんか、音なかったら、勝手に音楽が入るっていう システムをあ俺らにも気づかせてくれた。ぶねえ。そうでほす。んまや。今日はそれ大聞丈夫きでたい。すか？あ、今日はもうちょっと正直大丈夫おです。頼むよ。今前西回さにんと大引き樹さ続ん足しき。たみたいな人やな。確かに。なあ、なんか陽キャでごっつい感じ。うん。じゃあちょっと、じゃあ早速、今日は何のあるあるですか？はい、今回僕が紹介するのは公立工業高校あるあるでございま公す。立公工業。立なるほ工どね。業高校っぽいね、岸本は。じゃあ、それでは早速行きましょう。公立強豪校があるある、スタート。昔の公立工業高校はやっぱちょっとそのヤンキーが多めみたいな確かイに。メージが持たれ工が業ち校なんめっですちけど、ゃあるよ、それ。昨今、なんだ打倒私学を目指して集結したスポーツ校が多めになってます。なるほど。はい。うん。で、あと、共学なんですけど、一応。はい。しびれるくらい女子が少ないです。まあ、あるあるやな。なるほど、ちなみになんですけど、やっぱ私学はスポーツがバカ強いです。なるほど。ああ、あるあるやな、そんな。人をね、推薦いっぱいできるんで。な、それで、な、効率公かな。立工業高校は、やっぱスポーツで集めてる感じもあるので、食堂の飯が、うまい、安い、多いの3連単になってます。いいね。いいね。嬉しい。こうめそうちなゃんくや。ちゃいいです、正直。ちなみになんですけど、しびれるぐらい女子いないんで、学科によって女子多くて5人です。うわー、少ないだね。いたいいないんですけど、多くて5人のクラスです。やばいな。で、正直、そのあんまり、なんていうんですけどな、恋愛をちょっとしようと思えないような、やっぱ女の子、やっぱ工業高校に来てるような女の子だったんで、他校の普通科の学校の、まあ、なんか、まあ、あんまりその学校では恋愛しようと思えない子が痺れるぐらい可愛く見えます。そあれるあは、るやな。うちの公立工業高校ではマジックと呼んでました。そうなんちなみに僕の学校では日替わり A 定食大人気でした。や。何やそれ。そうなん、何が入ってんの？大体山盛りのご飯と、味噌汁と、その日の食堂のおばちゃんの気分の大おかずと小鉢がありました。じゃあこれ日で、によって変わんねや。いこくれで、ら？380円です。いいよ。いいめちゃめね。ちゃ安いです、正直。いいね。何で、が、あ、ごめんなさい、どうぞ。ごめんなさい。いいよ。いいよ。後ろ姿美人っていう言葉聞いたことありますか？あ、あるあるある。これ、後ろ姿美人、多分絶対に公立工業高校の誰か発信やと思うんですよ、これ。絶対いい、に。確かに絶対にそうな気がする。ほんまや絶な。対にそうなんですよ。いいちなみね。になんですけど、スクールラブなんてしようもんなら笑い者にされます。そうなんや。いや、これあるあるちゃう？これ、よう、お前このそう学校なん。で恋愛しようと思ったなみたいな感じでなる笑いほど者にされな。ます。で、やっぱ公立工業高校、スポーツの人間ばっかりなんで、他校の生徒が山盛り来る文化祭、気合いの入り方えぐいっす。あるあるやな。
これだいぶエグいです、正直。はな、うん、そうやな。で、ちなみになんですけど、うん、後ろ姿美人、通り過ぎざまの正面のチラ見、めちゃくちゃ馬なります。抜群の、ね、抜群の白子さというか。熟成は分かってる気するけどな。絶対バレてる。こいつ見てるなって。絶対バレてる。僕バレたことないですね、これ。バレてんねん。言われてないだけ。バレてます、ね。体育祭が、そういったら科学工学科とか、電気情報工学科みたいな、硬い校になるんで、うん、本気すぎて、毛が当たり前の体育祭になります。へぇ、そうなんや。僕も3年間絶対毛がしてました。へぇ、そうなんで、ちなみに文化祭なんですけど、うん、その、年を重ねるごとに、年数上がるごとに、女子体制が薄れていくので、うん、連絡先はマジで交換できないチキンばっかりです。1年の方が、もうあれ、ああ、いや、あれはできない。意外と声かけれないです。なるほど。で、他校の女子と付き合うことができたやつは、うん、クラス総出で祝福されます。ようやったな、お前と。いいね、僕もその高2の時に他校の1校上のマネージャーの人とちょっとお付き合いした時に、もう拍手鳴り合わないという。ヒーローやな、もう。もうヒーローで正直。どうやってそゲットしたんだみたいななりました。確かに。そんなすごいよな。すごい高校でも他校と付き合ったらすごいことやね。もう結構すごいです。で、ちなみになんですけど、うん、この体育祭の騎馬戦で大活躍をすると、うん、後輩から王と呼ばれます。あ、そうとこやな。そうやね。王様として。浸透すんのよ。はい。終了ということで。ありがとうございます。いいね。おお、よかったよ、最後の。なんか、その、男ばっかりやから、その、こう広がりやすいやん。なあ。そう、女の子半分おったらさ、誰もその子のこと、おお、なんか言わへんから広がらん。もう、生ハローさんみたいなやつばっかり。そうだよ。ということで、7あるあるということで、700円差し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。700円。面白い。めっちゃくちゃ良かったね。なんか、その他校の人とどうやって付き合えたそれ。僕の高校が一応その兵庫県の公立工業高校なんですけど、うん、僕バスケットやってまして、うん、公立工業高校で一番強いバスケ部だったんですよ。なるほど。県内でベスト4インターハイにも出場するような高校で、うん、で他校の女子マネージャー、一個の女子マネージャーが、やっぱ会場でやっぱ僕のこと見てくれて、うん、あの子ええなみたいになって、僕のここの一校への先輩と中学が同じかなんかで、うん、遠隔で連絡取り合って、めっちゃいいや、青春。しかもその一校上なんで、そのためとかよりも全然祝福のされ方が違うという。価値えぐいね。お前しかも一校上か。一校上なんですよ。なんちゃら先輩よ。何めべそうです。学校が揺れる描写って。ビキビキ。しかもちょっとそのバスケット界隈では結構有名なマネージャーというか、ちょっと美人さんとえ、お前やってんな。そうです。男前もんな。男前やねん。そう。行ったか、あいつと。当時もっとかっこいいよ、これ。いや、もっと僕めちゃくちゃ、ナッパって言われてました。坊主やったんで。じゃああんまりかっこよくないんや。あんまりかっこよくはなかったです、ね。坊主似合う、あれ顔つきやけどな。でも、全然いくついからな。かっこいいよ。いいよな。こういう人、だいたい横に美人連れてるやん。確かに連れてる。その感じ出てる。めっちゃ出てる。今の髪型がもう美人連れてる人の髪型。あ、ほんまやな。これほんますか。そう、なんかその、あんま何も気にしてないけど、うん、まとまってる。はい、で、もうこの人も、フェードかこれやもんな。そうそうそう、これ。そうやねん。うわ、フェードしてました。フェード、あ、フェードしてた、もうやめたの、フェードは。いや、やめました、やめました。そうなんや。いや、すごいな。めっちゃ。その、ちなみに日替わり定食の、そう、はい、1位は、中身の1位は何？中身の1位。圧倒的な1位は、なんかそのオリジナルなんですけど、うん、なんかコーンとクリームと、うん、なんか鶏肉を揚げたやつに、うんトマピリ辛トマトソースみたいな全く分からないがかかってるコーンとクリームと鶏を揚げたやつクリーム、はい、ああだからカニクリームコロッケあそうですカニクリームコロッケみたいな鶏クリームあそういうことかフューチャリングトウモロコシみたいなな、だからそうそうトウモロコシも入ってる時あるやんそうそう
コーン入りトリクリームコロッケ、トマト、なんかトマトだけみたいなこと。そうですよ。なんか名前わからへん料理なんですけど。クリームが衣もついてます。衣もついてる。なるほど。衣もついてる。めっちゃいいな、それ。それうまそうやな。うまそうやな。美味しいです。380円か。はい。いいな。小鉢 B は100円でした。小鉢 B? 唐揚げ3つが100円でした。小鉢 B。めっちゃいいやん。めっちゃいいな。あ、でも女子少ないの嫌やもん。そうですよ。女子大好き。なるべく女子を、女子多めの塾とか行ってたから。女友達多めにおる塾行ってたから。でも、僕が1年生の時、3年生に、うん、あの、秀樹さんみたいな女子いました。やめなさい。やめなさいよ。食堂で水10個ぐらい運んでました。秀樹みたいな女子、お前、この世にいっぱいおんねんから、やめなさい。本当に。ということで、岸本ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。また来てこれ。お願いします。またね。ありがとう。お願いします。失礼します。いや、おもろいね。いいね。素晴らしい。まあ、我々、最高ですか。はい。ということで、それではこの辺りで一曲聴いていただきます。ラジオネーム、サンサンサンライズさんからですね。松井さん、秀樹さん、こんばんは。新年度が始まりましたね、最近この曲を知ったのですが、去年転職したばかりの頃に、出会いたかったなと思えるような歌詞なのでリクエストさせていただきますということで、サンサンサンライズさんからのリクエストです。スパイヤーで I'm a Believer。 NSC ラクラクアワーではフワチルの皆さんからのリクエストもお待ちしてます。メールアドレス lrh@usm.jp にメールを送るか X でハッシュタグラクフワでつぶやいてください。それでは2人目いきましょう。2人目は NSC45 期生芸歴2年目のピン芸人日野雄飛です、ございます。それでは進みましょう。日野雄飛、はじめまして。はじめまして。はじめまして。45期日野雄飛と申します。お願いします。お願いします。え、桜桃子咲くのですか？あ、違います。桜桃子咲くすぎるって。ちびまる子ちゃんではないです、ね。なあ、ちびまる子ちゃんか、すごいやん。日の夕日。めっちゃデザイナー、はい、デザイナー、うん、デザイナー感もあるやな。デザイナーですか？何歳、日の夕日は。今、二十歳です。あ、二十歳、若い。若いね。実家？実家暮らしですね、まだ。めっちゃ実家のクローゼットなあ、この2個のバリで広いやつな、はい、寝れるやつな。そうそうそう、もうその若者じゃ払えない家賃のな、その家の大きさやな。確かに。はい、そうなんや。初やね。初や。はい、ピン芸人なんや。そうです。もともとコンビ？NSC 卒業してからずっとピンでやったの。そうなんや。ピンでもアップデートが出てる。出てます。すごいね。まあちょっとじゃあ、まあまあまあ、あるあるいきますか？聞きますか？はい、じゃあちょっと。はい、はい、今日は何のあるある言ってくれますか？私の通ってました農業高校の生物工学科あるあるでございます。農業高校生物工学科あるある。何？おもろそう。おもろそうやね。じゃあちょっともう早速聞きますか？はい。はい、じゃあそれでは農業高校生物工学科あるある、スタート。はい。まず生物工学科っていうのがですね、簡単に言うと、まあ、バイオテクノロジーの分野を学ぶ学科でして、バイオテクノロジー、はい、植物の細胞やったりとか、まあ、菌類とかを、ウイルスとかを扱うことが多いんで、おもろそう。まず、農作業よりも、実験室での実習が多い。なるほど、ね。はいはい、あるあるやな、これ。行ってな。確かに俺ら完全に今農作業の、はい、牛とか育てたことないです。ああ、なるほどね。そうなんや。やっぱ実験するんでみんな白衣を持ってるんですけど、うん、白衣を防寒着にしがちです。あるあるやろ。いや、おもろいね。やっぱ防寒着と言いつつもやっぱ内心かっこいいと思ってるんで、白衣着てるとき無駄に校舎内練り歩く。あるあるやな。あ、そうかそうか、白衣がこの実験感があるから。そうそうそう、はい、派手感もあるしかっこいいもんな。まあ、とはいえ清潔に保たないといけないんで、うん、毎日粘着のコロコロを持って投稿します。こういうやつを。そうなんや、はい、それ実験の邪魔になるからってこと？ほこりとかがやっぱついちゃうと、汚染されちゃうんで、実験室が。めちゃくちゃ緻密なあれなんや。はい。で、生物工学
科の専用の実験室みたいなのがあるんで、うん、毎回避難訓練の時火元にされがちです。あるあるや。いいね。ここから火が上がりましたっていう。はい。悪者にされます。大体ミスったみたいな。小学校とかはさ、給食のセンターとかがそこなんや。めっちゃおもろ、はい。それおもろいな。あと、まあ、必修で、うん、野菜育てる授業とかも一応あるんですけど、うん、育てた野菜をすぐ食べれるように、マヨネーズを実験室の冷蔵庫に入れた。そうなんや。めっちゃ急に農業感出た。めっちゃいいや。農業高校感出たね。いいね。まあ、実験室使えると、こういう特権も。なるほど、実験室やから冷蔵庫、はい、すごいな。ただ、その冷蔵庫に、実験に使う虫とかを平気で入れる人がいます。マヨネーズ入ってんのに。あるある。本来の用途はそっちなんで、やっぱり。なるほどね。そうだ、食品入れてると、もう横にすぐガンって虫が入ってたりとかしますね。でもやっぱ、昆虫食の研究とかをしている子もいるんですけど、めっちゃいいやん。バレンタインに、食用の虫にチョコかけたやつが流行る。気持ち悪い。すげえ。ボケでやろ？おもろいな。めちゃくちゃ青春、なんか幼虫とかにチョコかけたやつとか。キモ、まあ、結構美味しいです。美味しくないやろ、美味しいんそれ。美味しいです。香ばしかったりして。はい。あと、キムワイプっていう実験に使うティッシュみたいな、まあ、ほこりが立たない、毛羽立たないみたいなやつが、はい、あるんですけど、そのキムワイプで、メガネを拭くとめちゃくちゃ綺麗になるっていう裏技がある。あるあるやな。あ、めっちゃええやん。これも使ったことある人しか知らない裏技なんで。なるほどな。はい、ワイプ。みんな考えるな。なんかおもろいな。あと、菌の研究をするんで、はいはいはい、まあ、その研究対象の菌以外の菌に汚染されないように、納豆を食べるの禁止でした。うん、そうなの？納豆菌ってもめちゃくちゃ強くて、加熱しても冷却しても死なないんで。なるほど。はい。これに汚染されたらもう終わりなんで、納豆禁止です。あ、なるほど。すごいね。と、まあ、こんだけ実験してると吐く息来たりして、うん、頭いいと思われるんですけど、うん、それはほんまに人によります。あ、そうなんだな。ちゃんと5教科、数学、英語とかの勉強してるかどうかは人によるんで。なるほどね。はい。賢そうに見えるはあるあるやな。賢そうに見える。と、やっぱ結構高度な。いや、ラストいいよ、言って。あ、いいですか、うん、高度なやっぱ実験を高校からさせてもらえるんで、うん、先生もすごいんですけど、うん、無人島で2週間生きた先生がいる。すごいやん。すげえ。ナス D みたいな先生も。おもろ。スズメバチに2回刺されても死なないです。あ、すごいやん。ちょ、めっちゃ行きたいわ、俺。いいですね。まあ、ちょっと時間が来たということで、結果は、7あるあるということで、700円差し上げます。ありがとうございます。え、めっちゃおもろいぞ。通いた？日の、ごめん、日の、日の夕日です。日の夕日、いいね。はい。ありがとうございます。素晴らしい。めっちゃおもろいやん、農業高校。ちなみに、日野は何の研究してたん、そこでは。私は、お花の品種改良をしてました。かわいいな。かわいい。お花の品種改良。だから新しい花を作るみたいな。あ、そうです。きれいな花とかなんか。作れた？一応、作れっていう形にはなったんですけど、まだちょっと特性が安定してなかったりとかで、後輩がちゃんと引き継いでやってくれてます。かっこいい。研究者やん。いや、研究者。頭いい。頭良くないです。あ、良くない方なんや。ほんまに興味ある分野しか勉強してなかったんで、ちょっと5教科の勉強をおろそかにしました。ね、でもそれってさ、言ったら農業高校生物工学科ってさ、大学はつながってない？あ、一応推薦とかで、国立大とか行ってる子います。同級生、はい。研究し続けてるな。あ、というか、それは大学院がやる子とか、なんかイメージな。なあ、そうですね、もう大学に置いてある結構精密な機械とかもあって、学校に。使わせてもらってました。なんで芸人になったの？日の夕日は。いや、もうなんか、うん、劇場いっぱい通ってたら、なるほどな、NSC 入ってました、気づいたら。なるほどね。だからお笑いが趣味で好きやったんや。でも勉はい、だからほんまなんか普通のこと好きじゃないんや、うんうんうん、そうですね。なるほどな。
変な。この子が入ったもの、普通か入りたくないっていうとこから始まってるんで。あ、じゃあ、もともとなんかその、なんか生物系が好きでわけじゃなかったんや。あ、理科分野は好きでしたね、結うん、な構。るほど。実験とかね。いや、すごいな、はい。おもろいな。お、好きそうやね、あなた。めっちゃ好きや、めっちゃ楽しそうやん。虫のそ研究れ、とかしたいわ。なあ、なんか、パめラちレゃルくワちゃール青春でドのアす。キラは、それやりそうやな。うん。虫、昆虫博そう士。そう、虫博士と確かに。か、そっちややな。り生物、そ生き物好きやしう。な。俺の友達でむっちゃ生き物好きなやつ行ったもん。あ、行ったん農や。業系の、熊本の大ああ。学。ええー。農業、農、なんか農、大、農ああ、大みたいな。それこそ近代のマグロとかもめっちゃ楽しそうやもんな、あそうれ。そうあそう。んなんめっとかも。ちゃええやん。めっちゃおもろいやん。いいまだまなぁ。だ聞きたい。ちなみにじゃあさ、なんかさ、お花作れって言われたら作れんの？どういうことやねん。作れ るなんか？どうか、やって作るの、それ。品種改良って何から始まんの？まず、培地っていう、まあ、うん。栄養素の塊の寒天みたいなのに、無菌状態のところを作って、種を植えるとかですね。なんか、土でやらないんですよ。そもそも土種でやまらへきんを。ねや。はい。なんかジェルみたいなもんでやねや。あ、そうです。寒天になんか種植え崖てとのアか。リの巣のやつみたいなやつや。崖のアリの巣見れるいよっや、ていそうやつのジェルみたいなやつ。へえ。あ、でも、イメージそんな感じであ、す。なるほどな。瓶の中で植物育てるっていうとこから始まりまえー、すね。めっちゃ楽しそうめっやちゃな。楽しそう。めっちゃおもろいわ。なんか普通に、もうちょっと普通に喋りたいめっちゃみな、たい日のな。夕日とか。ぜうひお願いします。わぁ、もせうやいっぱいあな。る最んで。高でした。ちょっとまた来てくれ。もうなんか何のありがとうコーございまナーす。の時に入るんかわからへんけど。はい。ありがおとう、願いひしまな。す。はありがい、あとりがう。あとうりござがいまとしうた。ね。またまたね。ね。ありがとう。いや、いいね。やっぱ、なんかええな。ええなぁ。確かにそういう、特殊な人生というそうか。いう高校行っても楽しかったやろうで、楽しかった。なぁ。そういう高校とか行きたい。普通やわ。もう人生、普通の人生。もう、でも、秀樹面の白いゼロ。高校は楽しそうないや、もう高校や。おもんないね、あ、むまあ、しそうろ。やな。楽楽しいしだいけけどの、な。ほんま陽キャが生まれるだけの高ほんま、おもんない方の陽キャが多い高校。そうそうそう、やめなさい。おも校ろいです。みんなおもろかった。はい、ということで、このあたりで一曲聴いていただきましょう。これは僕が選ばせていただきました。エミネムで、マイネームイズ。NSC ラフラフアワータイムキーパーの2人でお送りしております。ナイスエミネム、ありがとう。エミネム、あれでした。かっこいい、最高でごマイざいまネームイす。ズ。はい、マイネームでございます。ということで、それでは3人目いきましょう。3人目は NSC45 期、芸歴2年目のピン芸人、シルスでございます。それでは参りましょう。シルス。はい。45期芸歴1名のピン芸人シルスです。よろしくお願いします。あれシルじゃ、スや。シルスだ。シルスやお願いします。ねえ。なんか知らんけど。シルスは真っ白な部屋に隔離されてんのそうかでございます。もう、シルスはね、もう、頭がおかしくなる実験中の、で、ラフコアに出てくれておりまして。シルス、はじめましてやんな。はい。はじめ初めまましてしたでよす。ね。初めましたよね。ピン芸人。確かに。本今、家の、普通に、一人暮らしの家？はい、一人暮らしの家です。ええー、そうな、綺麗やな。めっちゃなあ、綺綺麗麗ややん、家。な。そうですね、はい、結構なここなんか新築2年目とかで。あ。ええー、そうなん、新築2年目。はい。築 2年な。あ、築は2い。年の新築な。あ、はい。なんかおもろそうやぞ。なあ、知るなんかさ、なんでお前、はい、こんなさ、ふわっとでさ、なんか覗いてるみたいな目線でさ、ずっと。なんでそんな感じで見て、なんだそれ、これき、YouTube で見てください、また。なんか目線がなん目か、線が変よな。おもろい。シルスはずっとピンな ?2 年やってるけど。いや、最近まで、1ヶ月前ぐらいに解散しちゃって、あ、あ、そそううななん、んや。約、はい、1年いかんくらいまでコンビ組んでたんですけど、最近解散して、で、そのピンになったと同時に、その芸名も最近、シルスっていう名前付けさせていただいてみたいもな。ともとは何なん？ちなみに。イタンパパゲーナっていうコンビ組んでました。全然わかんない。一旦パパゲーな。はい。ええー、そうなんや。ボケツッコミどっちなん、シルスは。僕はそのコンビでやってた時はツッコミでした。あ、そうなん。そうなんや。いくつ？年僕は高卒で入ったんで、今年21の年です。は。うわー、わー、そうなや。るほどめっちな。ゃ若いな。若いな、あ、確かはい。に。そっか。せやな。まあ、若さは確かに、よく、いい意味でもめちゃくちゃあるな。あ、ほんまですか。ありがとうごそうざいまそう、す。めっちゃ、なんかわからんけど、めっちゃおもろい。まっ
全く悪いことせえへん、ブレイキングダウンのレオみたいな。お前らその雰囲気とか悪さがないな、悪さゼロの綺麗なレオな、レオ綺麗なレオみたいな、いいね。じゃあちょっと早速行きますか。はい、じゃあレオは、レオちゃんはシルスは今日は何のあるあるですか。はい、僕が高校時代その3年間行ってた学校の、あの陸上自衛隊高等工科学校あるあるを発表させていただきたいと思います。そんなあんねや、陸上自衛隊なえー、すごい。全然知らへん。じゃあちょっと早速じゃあ聞きましょうか、はい。それでは陸上自衛隊高等工科学校あるあるスタート。はい。まず陸上自衛隊高等工科学校なんですけど、うん、その神奈川県にありまして、うん、ヘンダーソンの小安さんが先輩で。そうなんだ。なるほど、はい。いらっしゃいました。はい。僕は面識まだない。お会いしたことないんですけど。うん。20期ぐらい上の先輩でいらっしゃいまして。そう。はい。で、そこのあるあるなんですけど、うん。雨の日、うん。台風来がちっていうのはあるんですけど、何やねん、これ。何やねん、これ。どういうこと？いや、違います。だいぶ雨の日来るもんね。でも雨の日苦しい。いや、これどういう意味かと、はい。どういう意味かと言いますと、申しますと、その台風っていうのが、僕ら先輩がめちゃくちゃ厳しかったんですよ。なるほど。で、そのよく朝とか、布団とか畳んで部屋出ないといけないんですけど、その布団とかちょっとでも汚かったら、先輩が部屋をめちゃくちゃその荒らしていくんですよ。そのなんかほぼ半分いじめみたいな感じで、はいはいはい、でその荒らしていった後のそのなんか残骸みたいなのが台風過ぎた後みたいな、はいはいはい、でそのに見えるから、そのた、それをその現象を台風って呼んでたんですけど、なるほど、それがなぜか雨の降水確率高い日に限ってその台風の確率も高かったっていう。それなんでなの、それなんでなの、やっとしてるおもろ、雨の日、気圧、意味わかる、気圧の関係で先輩がむしゃくしゃしちゃうかな、そういうこと、はい、はい、雨の日大変しいやつ、はい、その説明なかった、マジでもう終わってたもん、めっちゃおもろい、めっちゃおもろいやん、おもろ、あるあるじゃないあるあるやな、あるあるで言ってやけど、これはおもろいわ、普通に、はいはい、なんで次らですけど、星座、なんか朝のニュースとかで、うん、よくその天気予報とか終わった後に、うん、一旦最後星座が星占いみたいなのあるじゃないですか、うんうん、であれで星占いが1位やったやつに限って、うん、その日先輩にめちゃくちゃ怒られるってやつあるんですけど、うん、その1回僕ら1年生の時にその1年生って3年生の先輩がそのなんていうかスクンついてもらうんですけど、うん、その3年生の先輩がめちゃくちゃ怖いんですよ。うん、で、うん、僕らその1年生の時全員坊主にさせられて、うん、その携帯とかテレビもないくて娯楽がなかったんですよ。はいはい、すごいな。で、まあそんな中で生活してたんですけど、その時に自分たち、まあ1クラス30人ぐらいいたんですけど、うん、で唯一その見出した娯楽っていうのが、うん、職員室清掃って言って、その先生の部屋に、うん、その一クラスから代表で2人清掃って言って掃除に行かしていただくんですけど、うん、その先生の部屋にはテレビがあるんですよ。おー、なるほど。そのちょうど清掃の時間が朝の星占いの時間と被ってたんで、うん、その2人いるんで1位から6位までと6位から12位までを手分けして覚えてきて、うん、その2人が、うん、でそれをその全員発表、そのクラス全員に発表して、うん、俺今日何やったわみたいに言うっていうのが僕らの唯一の娯楽やったんですよ。なんかすごいな、青春やなそれ。はい、でその時にその1位やったやつがおりまして、でそいつがめちゃくちゃ喜んでたんですよ、俺しゃ俺今日1位やみたいな。じゃあその後案の定その先輩に呼び出され食らいまして、で僕らその30人ぐらいの前でそいつ一人そのなんか僕らに対して土下座しろみたいな先輩に言われまして、で土下座させられてたんですよ。ほんでまあその後その他の先生みたいなのが通りかかって、その土下座させた先輩に対してちょっとやめときやみたいな注意入った先輩ももうええわみたいな感じでどっか行ったんですけど、その時も雨降ってまして、何やねんそれ、おまかあるあるの、はい、エピソードトークやからな、
その雨の中、そのそいつ星占い1位やったやつが僕らに対して土下座してる状態やったんで、うん、その僕ら30人その他の生徒たちもその何そいつに対してどう声をかけていいかわからんくて、そのもうずっとみんな雨の中びしょ濡れになってた日があったんですね、うん、でその時にその一人土下座してるやつが、うん、みんな何言うんかなと思ってたんですけど、うん、そいつがびしょ濡れになりながらもう泣いてたんですよ、うん、そのちょっとパッと顔上げて僕らに対して、うんうん、俺今日星占い1位やったのにってボソって言ったんですよいやめっちゃおもろいや話終了ということで、ということで、シルスは、1あるあるということで100円差し上げます。あ、ありがとうございます。違うの、違うの。シルス、はい、おもろ。お前はアホだ、はい。エピソードトークの回に来い。あ、めっちゃおもろいねんから。めっちゃ気になる。あるある長すぎるやろ、一本。何やねん、これ。なんか、事実その、そうそうそう、そう。大きなこと喋る。あるあるっていうのは、その、実際に起き、まあ、実際に起きててもいいし、あれやけど、その、よく起きることとか、なんやろな、その、なんかちょっとちゃうねん、それ。もうエピソードトーク。でもめっちゃおもろい、いいな。めっちゃおもろいわ、やっぱなんか。めっちゃおもろいな。なんかほんまそのさ、うん、あの俺が1位から6位覚えて、6位から12位覚えるわっつって戻ってきてみんなに発表するとこの映像見たいもんな、なんか、うん、マジの青春やん。やったー、俺1位やーみたいな、なんやろ、それしか記憶がないから。それを言ったらええねん。その、それを言う、それがあるあるやん。なんかこの、なんていうの、なんていうの、その、そこを、それをやるみたいな。だから、だから職員室行ったやつがテレビを見て情報をみんなに言うみたいなのがあるあるやけど、それのタイトルが、はい、なんか、お知らない1位やったやつ先輩に怒られる、そのそれが一回あったっていうだけやろ、はい、その話、ね、その話はおもろい、その話はめっちゃおもろいから、はい、その話をするんやったらそのエピソードの時にしたらいい、はい、な、そう、はい、あるあるやから、なんかもっとその、よう起きてたこととか、よう起きそうなこと。あ、はい。めっちゃ真面目。めっちゃ真面目。愛苦しいわ、こいつ。愛苦しいな。まあだから、ほんまに、ありがとうございます。なんかこう、たまにあるめっちゃスパルタの学校やもん。な。うん。ちょっと時代と反してな。だからこう、なんていうのかな。そう。ちゃんと凛々しさもあり、そうそうそう、ほのぼのもしてるもんな。それおも、やっぱ自衛隊っておもろいから、ね、自衛隊の人って、その、自衛隊というえぐい経験をした、めっちゃ厳しい、うん、世界で経験した人って大体そのやっぱ面白い。一心もエピソードおもろいもんね。そう、エピソードおもろいね。めっちゃええやん。ありがとうございます。また来て。うん、シルスおもろいわ。ありがとう。ごめんな、またがっつり喋ろう。うん。はい、ありがとうございます。またな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。はい。失礼します。おもろい。お疲れ。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。初めてですか、こういうラジオ。ラジオシルスはそういうの初めて。そういうの初めて。なるほどね。ああ、でもほんま中置きを初めて見てる感じかな。ああ、まあまあまあ。近いというか。でもなんか、その、画面つかないというか、なんか、そう。なんか僕ここにいるんですよ、たまたまみたいな顔ずっとしてるやん。そうやね、そうやね。なんか、そうやね。なんかこのさ、家でさ、こう、リビングにさ、カメラを置いて、出たうちさ、こうやって、ネットフリックス見てたら、ポンってこう。めっちゃ急にテレビつながってテレビでも。そうそう。何これ。これは何でまあ言いますけど。かわいい。まだやってるの？まあまあ言いますけど。おもろいわ。いいやね、シルス。うわ、シルスって。シルスって何やお前もおもろなってきたな。本名やったらあれやけど、まあまあまあ。いや、面白かったね。ったはい。ということで、以上、あるあるタイムトライアルでした。でした。本日はあるあるタイムトライアルでございまして、うん、ニッチな高校あるある、ニッチな学校あるあるを、3人に紹介してもらいました。うん、まずは、いないちの岸本ですね。公立工業高校あるあるということです。おもろかったね、いいですね、男子の感じの感じですね、うん、そして、日野雄一ですね、農業高校生物工学科あるある、すごいマジで知らん世界、マジで知らん世界、めちゃくちゃ面白い、めっちゃおもろかったな、はい、そして、シルスの陸上自衛隊 高校高等工科学校あるある、すごい、すごい人生送ってます、シルス、まあ、シルスに出会えたことがまず、ね、そうですね、シルスに出会えたことに感謝でございますのでまあちょっと中置とまた合わせてみようと思いますはい、ということで、来週はまた見てください、あらっしょ、あらっしょ。